フライスやってくでいい。なんとかケイオス、MB ケイオス。自己責任で言ってやろうじゃねえか。いきなり街の雰囲気が違うな。さて、表町とはえらい違いだな。下手に目立つと厄介なことになるかもしれない。気をつけないと。だいぶ目立ってる気がするよ、あんたね。ウイス、興味本位で来たんならさっさと帰りな。そういう気持ちのやつはいろんな誘惑にフラフラとついていって気がつけば破滅している。これと決めて脇目も振らないお目当てがない限りこの街は人を食い尽くすぜ。可愛い女の子を紹介してほしいです。このケイコスを隠し遠ざけんばかりに高く分厚い。見れば見るほどに陰険だよな、あの壁は。ああ、下のこれ。はあ、隔離されてるっていうことなのかよ。チョイス。この街は鬱憤晴らしにちょうどいいわ。レイプ目当てで襲ってくるゴロツキどもを鼻から叩き潰してやるのよ。女に負けてプライドをずたずたにされた奴らの顔ときたらもう最高ね。いいっすね、ちょっとお姉さん。私も襲っても大丈夫、襲ってもいいしか。襲ってもいいっすかね。これ何？ケイオス自殺同好会ニュース。何なんだよ、これ。そこの君、こんな世界に生きてても良いことないぜ。今日が不幸な奴は明日も不幸。今日がハッピーな奴も明日はきっと不幸。生きてる意味なんざありゃしねえ。だったらみんなで自殺しようぜ。なんなんだこいつ。マリバンドホーム土産ツアー。レンスドック雪原投資ピクニック。エルナ山地首吊りハイキング。アクアマリン入水クルージング。オーバードーズパーティー。狂ってる。完全に狂ってるわ、この街。どうなってんだ。ちょっと失礼。うえ、失礼しました。チョイス。しくしょう、まだマルゴに頼むしかねえ。マルゴ銀製催涙スプレーを、みたいな。話あったぞ。マルゴじいさん。え？よう、兄ちゃん。見ない顔だな。まあ、いいよ。逃げんのかい、これ。ものすごい速さで逃げたの、これ。やっちまったか。やるしかないようだな。ゴロツキ程度にやられる俺じゃねえぜ。うわー、多いなこれ。んだお前ら。おう、よくぞ聞いてくれた。俺はこのケイオスに名を轟かせるミート一味よ。おいしそうだな。何かと思えばゴロツキの格好した肉専門の美食サークルかよ。なかなか服じゃねえか。こいつは久しぶりにボスもお楽しみになれそうだ。ボス来んのかい。ボース一名入荷ですぜー。誰だよ、まさかニクソンさんだったりするか。ギエー、待ってだぜ、危ない。クレイジーなやつが来るな、これは。うおおおハート様みたいなのが、また濃いのが。どうだ、驚いたか。いや、若干気持ち悪い。この大デブこそ俺たちのボスにして、ケイオス最強の男。イートザミート様。ハート様みたいな感じになっとるじゃないか、お前。男だったら俺みてえに分厚い腹のナイスが痺れるぜ、ボス。呆れて物も言えないぜ。大衆はきつい。脳みそもダメ。豚が人間になり損ねたか。けへへ。こいつは威勢がいいぜ。てめえこそ男のくせになよなよしやがって。肉食え、肉。たらふく食え。なんなんだこいつ。意外といいやつなんじゃないか。ボス、こんな若造、軽くやっちゃってください。おうよ。食後の運動、カロリー消費、無駄な努力ってことは知ってるか。ちょっとボス、あんなこと言ってます？おや、肉のパワーを見せつけてやる。お前なんかご飯、5分でひき肉。今夜のメニューは若造の肉、肉塊ハンバーグ。少しだけなカニバリズムディナー。肉食うぜ肉、レッツ、撲殺。なんなんだこいつは。頭がおかしい。クレイジーすぎるこいつはいくらなんでも。気持ち悪いな、おい、これは。1万8000。なるほどね。ま、全力で行かせてもらうけどね。ソードインサニティ。ドレイ。2700。強い。どれぐらい食いちぎる？どれぐらいやる？結構痛いが、致命的なことではないか。ほらほら、1万8000だったな。3、5、15、サブ6、18。7回、待って。痛い。ヒールじゃ回復力間に合わないか。うわー、これ死んだかもしれん。待ってくれー。組む。超フェルダンにしてやるぜ。これは防御した方がいい気がする。これは防御した方がいい気がするな。防御しよう。
ノーマルディフェンス。大炎上やし、バーベキュー。チンタックス。防御してあれか。そう来る。そう来るか。困ったね。こりゃ困ったね。ちょっともっかいやりに行きまーす。うわ、じゃあ、やってやろうじゃねえか。さっきは不覚を取ったが、今度こそ、やらせてもらう。ほらー、まず、ソードインサニティ8回当てれば勝てるということは分かってるんだ。2回打ったら回復だな。ここで食いちぎるが来る可能性もある。やっぱり2ターン目には食いちぎる。で、ここで回復だ。ユーズアイテム、ダブルヒールボトル。はい、これ作ってきました。足作ってきました。よーし、いいね。これが来るとゲーヘーヘー超ベルダンにしてやるぜっていうところなんで、ハードディフェンスやろう。これでかなり抑えられるんじゃないか。326。 OKOKOK、 素晴らしい。ソードインサニティ、おれ皮肉にしてくれるわ。うぅ、食いちぎるが痛い。戦火、ここは回復しとくべきかな。しとくべきだろうな。大事に行こう。安定。おや、うお、回復した意味全くなかったな、これ。ヒットポイント1000回復じゃ若干間に合ってないぞ。だが、1000のダメージが来るか。いや、ここで攻撃を攻めねば話にならん。やるからして、やはりここは一度攻めに行くべきだ。うん、ここで回復、間違いない。うーし。なんとかなりそうだな。おい。またそれ来る？はい、はい、ディフェンスで。ハードディフェンス。いい、よしよしよし、問題ないね。よし、いけるぞ。おら、どうじゃい。うわー、それ1になるやつだっけ。いってーな、これ。おい、よしよし。なんとか間に合ったが、ここは攻め。よし、そろそろ倒せるんじゃないか。何が来る。鉄拳制裁、やばい、死んだか。あぶねー、死んだかと思った。よしよし、これであと2回ぐらいで倒せるんじゃないか。食いちぎる。うー、エネミーデータいくつよあんた。498。デッドアタックが来る可能性を考慮すると、ヒットポイントが満タンの状態で倒さざるを得ないだろう。そうだな、これで無理に攻撃してデッドアタックなんて来た日にはもう目も当てられないで。だがここで攻める。これで倒せる。よっしゃー、どうじゃい。なんてこった、この俺がこんな若造に。肉足りねえよ、肉。何なんだお前よ。ほら、ちょっと死ね、これ。大したことねえな。一回負けたけどな。6000の経験値か。なかなかくれるな。高級肉。どっから手に入れた？あいつの肉？あいつの肉なの？それ。どういうことなの？うわー、バスが負けた。俺が、ここの新しいボスだ。さては肉食ってるな。たらふく。うるさい。それよりご覧の通りだ。お前らのボスは負け。ここどうしてもらおうか。どうや、そうはいかねえな。え、これから俺たちはこのミート一族の一味の次のボスを決めなきゃならねえ。人間狩りでな。どういうこっちゃ。人間狩り。おうよ、チームのボスが潰された時、残された子分はそのボスを潰したやつを全力で追います。そしてそいつを始末したやつが次のボスになる。これがケイオスギャンクの伝統、人間狩りよ。やめて、もうやめて。一歩巻いて逃げるのがセオリーだろうが。残念だったな。ケイオスってのはそれほど甘くないし、フェアでもない。目をつけられたが最後、肉を最後、食われて骨の髄までしゃぶられるのさ。だが俺たちも鬼じゃねえ。
この場でお前に少しだけ時間をやろう。装備を変えてセーブして肉食ってせいぜい準備しとくんだな。そうっすか。あ、何それ。セーブしろって。そういうこと？セーブしろってか？もっと買ってくるべきだったな。失敗したな。早くレベル2とかじゃなくてさ、シールドにするか。そうだな、回復アイテムはあっちでいいから、一応セーブ、ここでセーブしてさ、回復アイテムなかったら積むだろ。一応まあセーブ場所変えるけど、おい、かかってこいよ。イエス、かかってこいよ。どの程度やるんだお前らは。うわ、二人いるやねえか。あ、ザゴ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 、こいつザゴだ。1800、あ、ザゴだこいつら。ザゴだわ。ほら、通常攻撃でも倒せるかもしれないな。ああ、おい、その程度でやり合おうなどとは、肩払いたいわ、もう。肉ってなんなんだ、こいつらが持ってんのか、お前、これ。おい、次来い、次。次来い、おら、分かって来いよ。逃げんの？逃げんの？いくらでもいいよ、いくらでも構わんよ。いくら来ても構わんよ、これ。ダークネスハーツで倒せるんじゃないかな、無理かな。撃ってみるか。どうだい？あー無理か。でもブラインドになったからま十分か。十分十分。おいおい、ポイズン毒だと。なかなかやるな。おいおいおい、しちゃうこれ。ただのザコなんやから。出てくんの肉。どんだけ肉手に入れてんだよこれ、ほんとによ。うわーわー、もう構わんて、いくらかかってきても構わんて。その程度で、しかも毎回同じだしな。な、ティーザー、病気？病気だっけか。砂、おー、雑魚。どんな状態以上になったとしても君たちに勝ち目はないよ、はっきり言って。ミート一味さん、ファイアリ、まさか魔法打ってくるとは。んだがその程度の威力なのか。大したことはないな。うわー、ミスったー。グリルファイアダンス。まさか。固形ほどしにも歩道があるわ。なんやそれ、物理ダメージだったってことだなこれ。おいよし、肉どんどん肉手に入れてるね。そっち逃げる。ん、さあかかってきな。おう、3体になってる。3体になってるね。まあ3体だろうが何だろうが関係ないけどな。3体であればダークネスハーツ2回で2ターンで終わらせた方が効率がいいな。それ空気だからやらん方がいいよ。ファイアリーの方がいいよそれ。55だもんだって。間違えてるよね、いろいろとね。ダークネスハーツこれで終わり。もうそろそろ全滅させてもいいんじゃないのこいつら。シマトルにあげすりやろ、レイク。いくらなんでも。肉肉肉、おい。まずいな。全然まずくないよ。全然まずくない。全然まずくない。もう何人かかってきてもいいよ。構わんよ。20人ぐらいかかってきてもちょうどいいよ、多分。バテてない。全然バテてないって。ボスを倒してのケイオスデビューってのは大したもんだったかな。こいつはあっけない幕切れかもな。いやいやいや。いくらでもかかってくれて構わんよ。人生なんてそんなもんだし、特にこのケイオスではなおさらに。まるで絵にならなくて嫌気がさすぜ。かかってこいや、かかってこいや。いくらかかってきても構わんよ。4人か、今度は5人か、6人か。3人じゃねえか。本当にそれでやれるつもりでいいのかお前ら。おかしいだろ。おい、はいはいはい、はいはいはい、お疲れちゃんですね、本当にね、これね。ファイアリーとかやる？減らない。いや、100も減らないもん、1ポイントの。なんなんだ、貧弱にも程があるだろ。肉食え、お前ら肉。おいおいおい。お前らが仮に俺を倒したとして、ボスになった、ボスになりうる力を持ってないと思うと間違いなく。どうなん？そろそろ疲れた的な？いやいや、全然疲れてませんよ。全然疲れてない。
いやいやいや、嘘ー。割りかし余裕だったよ。散歩するには少し場所が悪すぎたな。お、当たり前さ。誰や、かわいこちゃんちゃうか。おー、こいつは、あの子たちには救いがあるのかいみたいな。こんな場所で生まれたあの子供たちにはホケホケみたいなこと言ってた子だよな。ケイオスに散歩ではいい度胸だね。かわいこちゃん、付き合ってください。付き合ってください、お願いします。あや、違うのか。私があのクソ贅肉屋集団の仲間に見えるっての。あんた本当にいい度胸してるね。仲間になりそう。それで行きたいの、死にたいの。行きたいです。行きたいです。私だんまりかい。救いないような男だね。天国への扉だよ。お、行こう。行こうじゃないか。もしかしたら、いろいろ下ろしてくれるかもしれへん。色物に殺されるよりマシか。そうだな。どうせ殺されるなら、かわいこちゃんの方がいい。お。なあ、フォクシー。この辺で青髪のよそ者を見なかったか。フォクシー見なかったけど、もしかして人間狩りのターゲット。ああ、ボスがやられた。イートザミートも落ちたもんだね。なあ、まさかと思うけど、かくまってないよな。もうかなり疲れてるはずだし、身を隠せそうな場所はほとんど探した。へえ、私を疑ってるんだ。別にそんなわけじゃねえ。念のために部屋を一通り見させてくれねえか。レディーの部屋を見たいっちゅうのかい？あんた、確かこの間のジェシカの紹介料が未払いだったよね。おいおい、まさか脅してるのか。私は基本的に即キャッシュ。付き合いは認めない。それはあんただからってことで特別にも会ってやってるんだよ。そんなの百も承知や。感謝してるよ。だったらそいつを態度でしましな。わかった、俺が悪かった。さっさと行きな。こんなところで油売ってる暇があったらほぼ歩き回って金を工面することだね。もう期限は伸びないよ。やれやれ、お前にはかなわないぜ。ほざけ百中が。全然疲れてないんだけどな。あと100人ぐらいは来ても全然問題ないんだけどな。救いの女神様だったな。何を言ってるんだが。あんた、私はご覧の通り売春婦。清らかな女神様とは正反対に汚れた女さ。構わんよ。とにかく助かった、レオユ。でもいいのか、あいつらに対しての立場が。いいんだよ。四六時中肉食えバカ騒ぎして、あげく今の奴なんかドラッグに手出しやがった。もうすぐ消える連中さ。それならいいんだが。しかしあんた結構腕が立つんだね。イートザミートって言えば、頭は欠陥品、力は一級品で有名だったやつよ。あんたみたいな若い横もずよそ者に潰されるなんて、誰も予想してなかった。そんなの俺だって、無我夢中でぶっ倒しただけだ。しかしその後で人間狩りなんてものが待ってるとは、散歩がてらに来たのがとんだことになっちまった。それが良い根性だって言ってんの、散歩がてらのケイオスなんて。でもあんたは生命力が強い。ここで生きていくのに向いているよ。褒めてるのか。そんなのケースバイケース。場所が違えば美徳も違う。例えば表町では意味極められるゴキブリも、ここでは生き残りのプロフェッショナル。そいつはどうもいい子やないか。でも実際あんたは変わった匂いを持ってる。ここのものじゃないけど、決して遠くもない。重くよどんだ匂いかと思えば、その隙間から不意に差し込んでくるリンリンドラララ。あんた不思議なやつ。そうでしょ、付き合ってくれませんか。異世界の住人なんすよね。実を言うところ、あっし異世界の住人なんすよね。私がこうしてあんたをかくまったのだって、その匂いに興味は持ったから。イートの奴を倒してあたり、戦いで生計を立てた口かい。ああ、イーブルを相手。イーブル、この世界にはまだイーブルが出てない。イーブルが出たのって確か何年か前だった気がするな。ああ、イーブルを知らない。だとするとこの世界にはイーブルなんてのは存在しないってことか。とにかくだ、助けてくれて感謝する。できるだけ早くここを出ていくつもりだ。こんなところに長居するもんじゃない。ただし今晩はここに泊まっていきな。久方ぶりの人間狩りで街全体が熱を持ってる。冷めるには一晩必要だ。そして明日リターンになれば、今日のことが嘘のよ。ミートの連中も含めてね。ボスが潰されてもか。ことの重き軽きに大した意味はないのさ。すべての物事がただその場限りで流れていく。それがこのケイオス。何にとらわれることもなく、何を得ることもなく、自由な街だ。そういうこと。いい街だな。ベッド一個しかないけど、みんな大概そうするよ。綺麗な部屋だ。外からは想像もつかない。もっと汚いのがお似合い。そんなことないっすよ。あるいは私が売春婦だから。そんな意味ないさ。いい部屋だ。
そしていい女だ。まあね、これが私の売りにつながる。無駄にデカすぎる下品な尻、シリコンみたいに弾力のある胸、シミや出る無彩体臭に強すぎる香水、槍の匂いが消えない口に、度数黒いルージュ、それが典型的なスラムの女。まあ行くためだけの肉便器ならそれで十分。男の性欲の半分は排泄行為だから。でもそればかりだと男はやがて卑屈になり嫌気を感じ始める。ただでさえここはケイオス、高貴なものや健康的なものへの憧れが染みついた街。なるほど、あんたはその専門ってわけか。確かに長身だしいい体だ。スポーツかなんかか。ダンサーを目指してた。そこらの女とは体の締まりが違うし、こうして部屋も整えて、ここでは貴重な健康的な女。高くうつくよ、私は。1万でどうだい、1万で。なんなら抱いてみる。どうせ今晩はここに泊まるんだ。高いんだろ。あんたの匂いは珍しいからね。私としても興味深い。一発目だけは、お、構わないですか。いくらですか。おいくらですか。行こうよ、レイク。そしてその生々しいところをな中継してほしいんやけれども。ステディでも、別に。それじゃ、後ろが専門。顔立ちも美形で細身、男と絡ませても違和感なし。いやー、なんか、どちらかというと化け物専門的なところありますよ、私。冗談言うな、そんなの自殺確定だぜ。もしかして、アセクシャル？そんなことないですよ、興味津々ですよ。近いものはあるな。女とは関係を持ちたくねえんだ。怖い。結果が見えてるんだ。普通の男が女に求めるものと俺が女に求めるものはちょっとばかり違うらしい。アブノーマルってことか。確かに私はカバーしてない。でも大丈夫さ。この世には、この街にはこの世のあらゆる欲求を満たす、まあ前出す場所。世間から白い目で見られる性癖もここでは、ここでなら認められる。この際だからカミングアウトしちまいな。女を紹介できるか否かはさておいて。楽になりたいんだったらゲロは吐いちまうに限るよ。実はマダコンなんすよ、足。何の因果か女イコール母親って傾向があるらしい。だったらチャイルドプレイだね。女を母親だって思って甘えるプレイさ。おっぱい吸って赤ちゃん言葉使って。場合によってはおしめもつける。ああ、そうそう、おもちゃのガラガラも。いいね。世渡りに疲れた会社役員とかが結構よくご所望でね。今、密かに熱いジャンルだよ。チャイルドプレイ。一つ頼もう。どうしたん、レイ君。やめとくぜ。翌日には首をつって。割と順調なんだね。嫌いじゃないよ、そういうの。そいつはどうも。いいじゃないの、チャイルドプレイ。な、少し早く休ませてくれるか。いいよ。念のために言っとくが、無防備な男はせいぜい見てるだけ。良い夢を、生きて眠る夢を噛み締めな。名案だ。レイクのチャイルドプレイ。見てみたくもあり。見たくなくもあり。不思議な感じだ。お、もう夜よ。いくらなんでも遅すぎるわ。やはり警報で何かあったんでしょうか。探しには行けないわよね。昼間でさえ危険な場所です。夜ともなればこの私でも身の安全は保障されません。とりあえず私はもう一度表町を探してきます。ミネルマ様は入れ違いにならないようここに残ってください。施錠はしっかりと。誰が来てレイクと名乗っても拡張のない限りはあげないこと。支配派の連中が手先を雇っているとしたら、私があなたから離れる時を待っているはずです。わかっているわ。支配派。一応今回、オーグ特殊任務は極秘中の極秘。滅多なことはないかと思いますが、しかし油断は禁物ですぞ。それではハウゼン、今しばらく留守にいたします。大丈夫か？一人にしない方がええんとちゃうか？大丈夫かい？どうなんだい？どうだった？ケイオスの夜は別に。毛布があればどこだって上等だ。やっぱりあんたこの街に向いてるよ。さあ、こんな街に長いは無用だ。早く表町に帰った方がいい。ああ、世話になったら。一緒に来おへんか、フォクシーさん。やっぱり言わんのか、ちか。何？どうしたの？そんな顔色変えて。エンデ、あの野郎。セーブポイントあるのにセーブさせてくれへんの？まあ構わへんけど。どこだ？出てこい。何やってんの？よそ者がそんなことしたらまた面倒事になるよ。面倒事ならすでに始まっている。なんだって。エンデ、ここまで追ってくるんつうの？エンデでとんでもない気違いの異常者がいる。いや、気違いちゃうよ。ちょっとスカートルでドーモスプレイが大好きなお子ちゃまだけだよ。そいつが今この近くに潜んでるんだ。あいにくだけど気違いならここにはゴロゴロいるよ。奴半端じゃねえ。あんたはこの街がどんな欲望を満たすと言った。
つまりどんな欲望でも受け入れる器ってことだ。ここで満たされない欲望は存在しないさ。この街は全てを受け止めてくれる。だがエンデなら奴の欲望は器を溢れてこの街ごと食い尽くす。あの野郎は桁外れだ。あんた一体何者なの？ただの増物プレイ大好きな男の子です。俺にもよくわからない。その答えを俺も探しに来たんだから。いや、俺と奴との間にはなんか因縁があるらしくて、今まで何度か奴と衝突した。信じないならそれでもいいさ。他人の嘘と本当を見抜けない女がケイオスで暮らしていけると。あんたの言ってることは本当さ。このケイオスの器に収まりきれないほどの化け物がここに来ている。手を貸すよ。奴は興味本位で付き合える相手じゃない。そうじゃないよ。ならなんだ。あんたの方に興味が湧いてきた。どのみち興味本位じゃない。突っぱねるね。いい女だな、ボクシー。ケイオスで生き残るための数ある鉄則のうちの一つ。往々に懐に入ってきたものはとりあえずはもらっておけ。吟味するのは意に帰ってから。とんだ偶然だな。似たようなこともこの前言われた。手を貸してくれ、フォクシー。そう、それでいいの。仲間になるか、マジか。すぐにでも奴を探したいところだが、一つ大切なことを思い出した。実は連れが二人ばかりでな。昨日から表町のホテルに待たせたままなんだ。じゃあ今頃は保安局の死亡者リストを当たってるか。もしくは葬儀屋か。冗談だろ。半分はね。保安官のガイドラインじゃ、ケイオスに行って丸一日連絡がない場合は死亡扱いさ。化けて出るなら今のうちだよ。早く帰ろう。じゃあまずは表町のホテルだね。よー、まさかのボクシーちゃん仲間になった。しかも結構強い。ナイフか。毒耐性とかいらん、そんなんいらん。何つけようかな。何使おうかな。買ってやるか、後で。とりあえず行こう。外に出よう。おいっす。今ツアーに行くため貯金してるんだ。自殺の名所マリバンドホープでの集団身投げツアーさ。一人じゃ怖い身投げもみんなで死ねば怖くない。もうすぐ楽になれると思うと貯金にもがぜんやる気が出てくるね。その金でもっといいことしろや。こっちは？お？ここは？最近グランスちぎりってのが流行ってんだ。銭なしで抱き上がった男のものを加えてそのまま食いちぎる。のたうち回って大泣きして全裸で外に逃げ出す野郎の情けないこと。それに女で切り口から吹き出す大量の血で窒息する危険があるからね。割に度胸試しにも使われる。恐ろしすぎる。またかもいいよ。自殺はええって。恐ろしすぎるな、この街は。本当にもう、この下は行き止まりなんだっけ。行き止まりだな。左だ。早く帰って。ちょっと待って、全身見ようよ。ステータス。わあ、いいじゃないの。スリットが入ったその服といい。結婚してください、フォクシーさん。ここは元ミートいじめの溜まり場。オスである糸井ザミートがどこかのよそ者に倒されて、あげく人間狩りでそのよそ者を取り逃がして、チームは実質解放産状態。すっきりしたわ。ニンニクの焦げた匂い。チンニク焼いて食ってたんかい、こいつ。気違いすぎるわ、いくらなんでも。本当にもう。わ、話しかけたか。早く出ないと街に出て行かれちゃうんとちゃうか、あいつら。うわ、行こう。ん？ちょっと右に行けへんか。これ右に行けたっけか。あれ？こっちなんかある？あ、ここか。行き止まりじゃないところだ。アルゴのバーさんって何者なんだろうな。あれだけのラボを取り回す知識と技術を持ってるし、何よりあの夢売りだ。つくづく得体の知れないじいさんだ。アルゴのバーさん、金星の、ほげほげ。とりあえず早くホテルに行こうじゃねえか。生きて帰ってこれだぜ。よかった。先にちょっと買おうぜ。イベントボス戦があるやもしれん。買おう、装備を買おう。うい、購入。スフィア、ガーダースフィア。ブーツがいいらしいから、ブーツ買おうか。3つ。フレーム。メッシも買ってやるか。メッシュ
おいしいね。ちょっと待ってよ、あんたはちょっと待って、ステータスであんた何ができんの。あ、補助使えるじゃん。補助に回復レベル3までいける。補助ちょっと使わせてみたいよね。どの程度なのか、ちょっとあんたに補助持ってもらおうか。補助3、うん、いいね。ガーダーでブーツとシルバーブーツ。ブーツ2足ってどうなのって、ブーツ2足ってどういうことなのっていう気はするけど、重ね履きなのか、つまり1足ずつなのか。1足ずつだったとしたら1個しか装備してない時がすごいぎこちない感じになるんじゃないか。どうなんだそれ。ええけどさ、帰ってきたぞい。開けんなって言われてたから新幹線セーブしよう。ドゥ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 。何者だ、名を名乗れ。俺だ、レイクだ。本当にレイクなのか。本当にあんたの連れなの、一応な。おい、人がケイオスから生還したのにこの扱いかよ。ねぎらうところが締め出しやがって。大前開けてみれば。しかしミネルヴァ様は奴らの手先かもしれません。変な連れだね、少しな。おい、レイクだと証明できるもんなんか示してみよ。そうだな、やれやれ。なあ、頼むから入れてくれないか。心配性のハウゼンさんよ。いいだろ、入れ。よかった心配性って覚えてくれ、よかったな。いっそケイオスに住み着く、考えとくぜ。女連れで帰ってきました、すいません。レイク生きててよかった。ちらじらしい言葉だ。ハウゼンが頑固で許せ、レイクを偽りミネルヴァの身を狙う輩という可能性もあったのでな。狙うってあんたら何したんだ。身の代金目的の誘拐とかじゃない。両家の御令嬢と用心棒って感じだし。レイク、この女何者だ。彼女は北斎ケイオスで俺を助けてくれた売春婦だ。売春婦、ご不満かいお嬢さん。当然よ、売春する女だの最低だわ。ハウゼン、この女を追い出して。なんでだよ。それはできない。なぜ。彼女はレイクの命を助けたのだ。ならば邪険に扱うのは人の道ではない。売春する女にそんな気遣いする必要はないわ。やれやれ、しつけが行き届いてるね。すまないな。聞くんだミネルヴァ、お前が見ようとしていたケイオスの一面が今目の前に立っているんだぞ。デイジー殿の言っていた不朽の漂う汚れた海、彼女はまさにそこの住人ではないか。そうだぞミネルヴァ、いくらなんでも、もしお前が世界の現実を知ることを願うのならば、お前は彼女と向き合わねばならない。見知り、そして触れて、その身で感じ取って受け入れるのだ。ハウゼンって言ったかい。相当な堅物かと思ったら話のわかるやつだね。わかろうとはしてない。ただこの身に感じたことを言うとはまれだ。心意気は常にミネルヴァの味方だ。にしてもすごい拒否反応だ。女のヒステリーでもあるまいし、そこまで騒ぐことか。つうかあんたのリアクションが薄すぎるんだよ。私が売春婦だと知ってあれほど普通にしてたのはあんただけさ。ん？ああ、まああんなところだからな。欲しいのは道徳云々なんて絵に描いた餅じゃない。金という名の食える餅。何でもいいから金を稼げて生きていれば勝ち組、稼ぎ損ねて死ねば負け組。お天道様に顔負け云々なんて言葉もあるが、あいにくとあそこの空気は濁ってて顔向けするお天道様が見当たらねえ。まあそういうことだ。うまいこと言うなレイク。ねじくれた生き方してきたんだね。あの町に向いているどころか、あの町の申し子みたいなやつだよ。そいつはどうも聞いたか。向こうは規則で統率された世界だが、ケイオスはその規律の存在しない世界。生き方は、いや生きるための術はその世界の数だけ多様に存在する。その多様性に正義や悪を付随させることは、ある意味で不毛、あるいは、あの行為だ。もっともそれらを一心につなぎ上げようとする努力は大いに求められる。ミネルヴァさんもちょっとは理解を示した方がいいな。認めるわ、でも。
売春だけは。過去に何かあったっていうことなのかい？フォクシー、これだけは言っておくわ。売春のそれ自体はあなたたちだけの問題かもしれないけど、もしもの時はそうはいかないのよ。もしも。あ、否認をミスった時の話。わかっているよ。自然交配は歴とした違法行為。自然交配？違法？まさか普通に子供作るのが違法ってことか。バカな。え？ええ、無論交配法には抵触するわ。でも、はっきり言ってそんな法律のことはどうでもいい。それよりも生まれてきた子供たちのこと。避妊に失敗して望まれないうちに生まれたことも、そして多くにおいて、育児放棄された孤児になることも。またこの手の話題かよ。ニクソンの時もそうだったがやりづれ。どういう世界なんだここは。どういう法律があるんだ。その点から言えば私たちはクズだよ。わかっているさ。痛いほどに。わかっているなら十分だ、ホクシー。つーか、この世界はどうなってるんだ。私たちの手を借りたい。エンデという危険な奴がケイオスのどこかに潜んでる。今日は犯罪者か何かか。ガキの皮をかぶった化け物だ。奴が本気を出せば、多分この街なんか余裕で壊滅できる。こんなこと言って巻き込むのは気が引けるんだが、正直な話、戦力が足りない。フォクシーも協力してくれるから、ミネルヴァを連れてケイオスを歩くにも支障はないと思う。頼む、協力してくれ。行くわよ、ハウゼン。いや、私はいいとしてもミネルヴァは。私を一人ここに待たせておいて何か間違いがあってもいいのかしら。それほど危険因子を見過ごすことなんて私自身も私の立場もそれを許さない。わかった。くれぐれも心構えよ。行こうか。私はあなたを未だ完全に受け入れることはできない。でもあなたは今まで思い描いていた売春婦とは違っていた。望まれぬ子供が生まれてくることに、あなたの心は痛みを感じてくれている。故に私はできることならあなたと分かり合いたいと思う。勝手なお嬢さんだね。勝手にヒステリーを起こして勝手に歩み寄って、拒んでいるの、そう思う。たとえあなたが拒んでも私は歩み寄ろうと思う。やっぱり勝手だね。でもその太い性根は嫌いじゃないよ。ケイオスじゃ結構あんたみたいのが長く生き残ったりするもんさ。よろしくお嬢さん。こちらこそ。回りくどいけど結構話がうまいな。ねえハウゼン。なんでしょう。さっきレイクが言ってたエンデという名前、どこかで聞いた気がしない？やはりミネルヴァ様もそう思われますか。記憶の検索機能とかないの？不憫なことに。その辺はメカとは異なりますので。でも、頻繁に最新式のモジュールにバージョンアップしてるんでしょ。え？確かに最近、最新の記憶ユーティリティならば、検索もある程度は可能。え？しかし私の場合最新式なのは戦闘関連だけ。記憶ユーティリティは随分旧式で長らく放置されたままです。なんとか思い出すように努力とするとともに、今度帰還した際にはバージョンアップしておきます。え？ロボなの？ロボなの？なんか重要な名前だった気が。ハウゼンさん、ロボなん？そういうなの？つうか、ようやく4人揃ったな。そうでしか。ちょっとハウゼンさんさ、あんたさ、グローブ1個外してさ、火薬魔法レ、あ、違えた。火薬魔法レベル1つけといて、ちょっと。何が起こるかわからへんから。つけとくだけつけとこう。超レベル上げたいなレベル上げたいなぁ。とりあえずこっち行きゃいいのかい？行ってみるか。セーブすんの忘れた。まあ、いっか。なんとかなるなる。お、イベント、ここが MB ケイオス。確かにレイクの言ってた通り空気が。どうしたお嬢さん、ここの汚い空気はお口に合わないかい。皮肉を言うもんじゃないよ、フォクシーちゃん。平気よ、これぐらい。そう、エンデの野郎が本当に来てるのかい。下手に息を止めると反動で深呼吸してなおさらきつい。意識しないで普通にしてれば時期になれるよ。さあ先に進もうか。行こうかい。ドゥ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 ド
先に進んで、なんかイベントがあるんかい。雑魚敵が出ないだけでもかなりありがたいが。さて、あ、ちょっと、サプリメントどうなってる？あ、満タンになってる。よかったー。ここが家だ。この上の右がフォクシーちゃんの家だ。フォクシーちゃんの家だっけか？入れる。入れる。セーブしようか、一応ここで。入れるのはいいんだけどさ。あれ？左か？左上か？そういうことかい？こっちかい？こっちっぺーな。上に行ける。お？お、行き止まり？なんだ？この先は、不調？腐った町ということ。そう、文字通り腐った町。かつてこの先の一角は警察の中でも特に凶悪な犯罪者や、気違いの連中が溜まってた。そしていつしかそいつらの負の気配が染み込んで、外のモンスターが入ってくるようになった。はぁ、バリアで隠れ、バリアとかそういう技術あるの？触んない方がいいよ。見た目は地味でも相当強力なバリアだ。だから居心地がいいんだね、ここ。えんで。ちょ、おいー、いるやねえか。やあ、レイク。生きてて何よりだよ。俺の身の上なんぞどうでもいい。あいつに手出してねえだろうな。ここまで来れるの縁で、残念ながらあの二人に邪魔されてね、何もできなかったよ。君を失って泣き叫ぶ顔を楽しむ以外は。ひひ。いい趣味しておりますね、縁でちゃんね。もうてめえには何も聞かねえ。てめえが何者かも。てめえが呼び出す怪物が何なのかも。殺す。これはまた随分と荒れてるね。ここのよどんだ空気に当てられたのかな。まあいいさ。僕はこの先で待って。あっちの方が場所としてはいい感じだから。続きはまた後で。じゃあね。こいつ。やれんのか、レイク。あれは確かに危ないね。生地ガキなだけ思考に余計な混ぜ物がない。本当にピュアな残酷と狂気。ここの被害連中も相当やばいけど、あのガキはその分だけさらに上回る。ハウゼン。ああ、見たことあるの？全くもって恐ろしい奴だ。あんなにも力を抑えた状態でさえ、忌まわしい波動が重く体を揺らしに来た。奴が本気になれば一体どれほどの死人が出るか。人死にが出る。縁で途方もない危険人士。そう、確かにどこかで聞いた名前。一体どこで？どういうことだ？縁で追う。フォクシー、このバリアを外す方法は？こいつはマルゴのばあさんって書かないでしょ。この近くで丸ご強やろうって言ってるから、お、どこにあんだい？どこにあんの？いけ。この近くって言われてもな。どこにあるんよ、それは。この左か。お、さっきまで左行けなかったけど、行けるようになってる。お、ここだな。間違いないな。多分ここだな。うわ、なんかハイテクな、随分ハイテクなとこだな。変なやつだね。そんなにメカが珍しい。確かにケイオスの中じゃ間違いだけど、よそじゃこれぐらい普通じゃない。まあこの奥はさらに別格だけどさ。こんな機械が当たり前にあるのかよ。俺がいた世界でユベスとかスカイスクレイパーとか、あのあたりがこの世界のスタンダードなのか。あいにくと田舎育ちでこういうハイテクには縁がなくてさ。そいつはまたよほどのど田舎なんだね。まあな。それでマルゴというご婦人は多分奥にいると思うけど。おーい、客だよー。マルゴ、あの世界にもあったよな。でもいると思うけどね。90過ぎのばあさん、過去じゃないのかこれは。 90？ この世界の平均寿命は200歳とかあったりするか。仕方ないね。ちょっと奥にお邪魔させてもらおうか。おらんね。ばあさんいるんだろ。おらんね。聞こえとるわ。想像し、いるんだったら演じしなよ。作業中だ。そんなことに力を注ぎたくないわ。はあ。もう少しで終わるから、それまで適当にして待っておれ。言われなくてもそうするよ。え？本格的な設備だな。下手な研究所顔負け。それどころかガーデンにも匹敵するぐらい。まさかケイオスでここまでのものに出会うなんて。ガーデン？ガーデンも聞いたことがある子単語だな。勝手に触ったらあかんよ。ちょー、ミネルヴァさん、なんで勝手触った？なんで勝手触った？ごめんなさい。なんか動かしたみたい。気をつけるわ。
気をつけて、触んない方がええよ、本当に。素体制作リスト。アイリス・ジーン。ビロニカ。ちょっと待って。カラナ・ジョーンズ。聞いたことない名前だな。聞いたことない名前だな。ルーズベルト。チェルシー。ニーナ・ネイサン・ノービス。全員聞いたことがないな、多分。ビルド・ヘクター。マリア。ユーノ・ロフェス。ラナ。ロバート。和行、登録なし。ちょっと、そんなことって。なに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 。フォクシー、まさかここでスタイが、ああ、作られているよ。どういうことなの？何の話？本当なのか？さっきの端末に偶然。どういうことなの？なんということだ。どういうことなの？つまりどういうことなの？それを作成できる人物がいるということに決まっているわ。いや、強いて言えばもう一つ。エンビー保安局は何をやってるんだろうか。どういうことなの？どういうことなの？この街には様々な欲望が渦巻いて、そして中には世間からアブノーマルを通り越して気違いとらなるやつのらなる。例えば、シカンド。おい、それってまさか。死体とセックスセル性癖だよ。学術的な解釈はよくわからないけどね。様々な趣味の方が出てきますね、これね。この性癖の何より始末の悪いところは好きな相手をやっちまう頃。なんせ彼らがセックスしたいのは好きな相手の死体なんだから。実際マルコがそれを始めるまではここあろうか表町にあってもその筋の作知人が後を絶たなかった。マルコがそれを解決したのか。そう、夢売りのマルコがね。どういう意味なの？その夢売りというのは。マルコは、素体の大台目だ。体だけを作るってことなの？魂が繋がっていない人間の肉体を本格的に死体とどうかな存在。それじゃ今のリスト。そのビジネスで作った死体の原本。はぁー。頭髪とか DNA を採取できるマテリアルを手に入れ、それを相応の金と一緒にマルゴに渡す。そうすればマルゴが DNA データから意中の相手の死体を作成。あとは心ゆくまで甘い時間を楽しみください。とは、こういうシステムさ。相手の死体とセックスを楽しむことができる。一方、好かれた方も殺されずに済む。あるいは好かれたことさえ知らずに済む。やる側とやられる側の間の最大公約数、マルゴのばあさんが提供した。人呼んで夢売りのマルゴ。いがれてるぜ。私も正直あの手の連中とは関わりたくない。忌まわしき人間は人間の多様性と。恐ろしいなこれ。つうかこの世界の人間は作られたものだっちゅうことなの。ましてそれをビジネスにしているならエンビー保安局は気づかないはずないわ。保安局は一体何やってるの？決まってるだろ？黙認してるのさ。お嬢さん、マルゴの逮捕をご希望かい？当然よ。こんな犯罪行為を見逃すことなど。お嬢さん、もしもあんたがガキじゃないと言うなら、行動に際して伴うであろう結果も考えないとね。結果、彼女が逮捕されることではなくて、逮捕されたことによって殺人が増えるってことだろ。知ったことじゃないってのはなしだからね。まあそういうことだな。そうなれば、そうだな、欲求不満で暴走するのは明らかだ。それにこのビジネスに限らずとも彼女がケイオスで果たしている役割は多い。つまり彼女を逮捕するってことはこのケイオスに一体の波紋を起こすってこと。その日からカジノのルーレットに積み上げられるのはチップの山じゃない。死体の山だ。このシステムは最大公約数。ギリギリのバランスであらゆるサイドの人間を全て立てることができる唯一の答え。それは神の手だ。その手がなす行いを法は裁けないし、そうすることをこの町の誰も望んじゃいない。保安局のやつも含めて。それともあれかい？この世界の健全な未来のため、必要が相当犠牲。政府流に言えば英雄とでも。そんな、私は、そんなつもりで。私はただ、法と正義を。守られて叱るべきもの。この辺は経験だね。そんなに険しい顔をする必要はないぞ。すべてを白と黒に分断してグレーってものを認めたがらない。誰もが通る道、私だってそうだった。そしてリアルに渦巻く同等もしがたいジレンマに触れることで徐々に変わっていく。白と黒の境界で漂うグレーを認めるようになる。まあいいかってね。大人への大きな一歩、そしてほんの少しの堕落。何が何でも罪を罪として扱っていると、いつからか周りから疎まれちまうよ。
この世の人間の大半は臭いものに蓋をする知恵を持っているからね。だがそれでも違いはあろう。やむなしとの苦肉の決断をするか、口実に利用して楽天と怠惰の決断をするか、核とか器とか。私は信じてる。ロボなん？ハウゼンさん、ロボなん？私なら大丈夫。デイジーの言葉もあるし。まあいい目はしてるけどね。あくまで人に食われまいとする意志を感じる。嫌いじゃないよ。マルゴばあさんちの外見を見たいんだけど。彼女に粗大制作なんて芸道ができるんだい。残念だけど、そいつ私にもわからない。何かと謎の多いばあさんでね。いつとも知れず、どこからとも知れず、ふらりとこの町に現れ、気がつけば神になっていた。それだけさ。神の素性に探りを入れようとする奴もいないし、入れたところで教えるわけもない。非常に高度で何より一部の人間にのみ許された技術。おのずと人種は限られる。フェスクか、あるいはリオの創設。リオ。最も彼らから技術が流出したケースは想定できないことではないのだけれど。リオエクスプローラーだっけ？そういう噂ももちろんあるけど、実際どうなんだ？ハウゼン、リオの創設者のメンバーリストが残されてない。残念ながら。失踪した後？お、マルゴは全く自分の噂話など聞いてて気分のいいものではないわ。青臭い議論は大いに結構だが、本人のいるところで噂話とは好かんことだの。ごめんなさい。あまりにも全てが想像を超えてて。これはまた懐かしいものが。いよいよバカどもが内輪めを始めたということか。懐かしいもの。意味不明なこと言ってんじゃないよ。今更ボケたわけでもないんだし。ババアの独り言だよ。どういうことだい？ハウゼンのことかい？でもフォクシー、あんたの定期検診はまだ先だったはずだよ。わかってるよ。今日は別の用事さ。定期検診ってその場所は医者なのか？医者でもあるのさ。2年前に私がやばい病気もらってね、その時卵巣の全摘出手術を受けたら、はあ、子供は産めないってことか。まさに名医だったさ。当然だよ。体を売りにしてる人間に手術跡なんか残してどうする。まあ個人的に手術跡にはあまり良い思い入れがないのもあるがね。けどね、手術跡が残らなかったのはそういう装置を使ったからだよ。私がやったのは名医の仕事じゃない。ただ医者の仕事だ。硬いね。それが長生きの秘訣だよ。こんな極大層な機械を取り回し、スタイも作り、挙句オペまでやっちまう。謎だらけだな、ばあさん。謎は女を美しくしてくれる。それも長生きの秘訣かい？そう言えなくもないね。誇りが一つ、スローフォルシーロー。それで、結局なんだよさ。バリア外してほしいんすよ。あれを少しの間だけ消してほしいんだよ。けったいな。そんなことしてどうする？エンデの野郎が障壁の向こうにやがるんだ。エンデ？正体はわからないけどやばいやつだ。ここのワルなんか目じゃねえ。ここの連中を超える。一体どんなやつだ？なあ、私が知らない。それは早く消してくれないかい。ああ、わかったわかった。エース。簡単に消してくれるんかいこれ。簡単に消してくれるもんなんかい？お、早いな。早いな。はい。行く行く行く。行くっす。行くっす。行くっす。それじゃ早いとこ。おい、行こうじゃねえか。せやな。お？相変わらず働き者だね。あの頃と何も変わっちゃいない。私はこんなになった、なっちまったってのに。あの頃。なあ、ハウゼン。知り合いか。ちゅうところで今回のパートは切りましょうか。そうだね。次のパートでお会いしましょう。またにー。